SCBH39000 レンズ交換と調整、アンマントトンネル、今日のアマチュアでございます。アマチュアはね、トンネルで遊んでます。ボールが目の前にあり、通行止めを食らっているアマチュアでございます。どうすんだアマチュア。バスケットボールが邪魔だと、アマチュアが言っております。アマちゃんが来ました。もそもそと、これ邪魔だと、これどけろと言っております。自分で出せるじゃないですかアマちゃん。もうすごいすごいすごいですねアマちゃん。いやー、さすがです。さあ、行くんですか。それでは本編スタートです。さあ、前回のお話でございますよ。前回ね、可変抵抗ね、これを抵抗を測りながらレーザー調整しましたが、全然ダメでしたね。うんともすんとも、すんともうんとも言わなかったですよね。それで、前回ね、これもあの後調整したんですよ。ヘッドの傾き調整ね。これも細かくやってみたけど、ダメだったんですよね。で、壊れてると、いうところで終わりましたね。さどもぷにです。前回の続きでございますよ。ついに、この日が来ました。ね、こちらでございます。やっと部品がね届きました。いやー長かった。中国からね買ったのでね、2週間かかりました。結局さ、日本じゃ売ってなくてさ、まあ売ってたとしても中国からね送ってくる感じのやつ。箱も潰れてないしね、大丈夫そうですね。よいしょ。いや、すごいな。新品ですよ。ちゃんとしてますね。よいしょ。こちらでございます。ソニーのロゴもね、ちゃんと入ってるんだね。いやー、いいっすね。破損してるところはね、なさそうですね。一応ね、買ったら。ちゃんとね、外観を見ましょうね。で、ピックアップレンズの、KHS400C ですね。型番は。こちらを購入しました。さあ、それでは、ピックアップレンズ交換を行っていきます。まずはね、ドライブの上部カバーをね、外していきます。この辺はね、前回でもやりましたね。ネジは4本ですね。一応概要欄にね、前回までの動画を貼っときますね。よいしょ。さあ、こんな感じですね。で、今度はトレイを外していきます。ここね、ここのネジ2本。これね、取っていきます。これを取ればトレイが外れますんでね。それではね、外していきましょう。ちなみにね、トレイがオープン状態なら、このトレイ外す作業はいりませんので、まあ、トレイ出して電源切ってね、分解すれば、より簡単だと思いますよ。まあ、このトレイ外すのもね、そんな手間ではないので、どっちでも構いません。さあ、取れました。こんな感じですね。じゃあ、このね、シャフトを止めているネジ2本、これをね外していきます。さあ、いきますよ。これね、よいしょ。各
くね、1本ずつネジを外していきます。綺麗だね。シャフトはね、太さが違うんですよ、右側と左側と。なので間違いないように、まあ逆には入らないんですぐわかると思うんですけどね。よいしょ。そしたら今度このヘッドのケーブルをね、抜いていきます。よいしょ、怒らせ、よし、 OK、 こんな感じですね。次はね、ヘッド可動部分のガイドをね付け替えます。白いやつね、白いやつをまず付け替えます。よいしょ、ネジ1本ですね。でカッターヘッドっていうのはね、だいたい付け替える部品がねあるんでね、見比べて足りない部分はちゃんと付け替えてくださいね。よいしょ、こんな感じです。で今度このね、ヘッド調整用のネジ、これもね付け替えます。これね、トルクスの5番かな、のネジです。これをね付け替えます。いやー、どうよ、ちゃんと動くかな心配になりますけどね。いやでもさ、新品に交換できるならこの方がいいよね。だいたいヘッド調整のねネジの位置はね、合わせます。でショートランド処理がされてるんですよ。ここわかる？静電気故障防止処理みたいな感じなんですけど、静電気でね壊れるのをね、ここハンダでショートすることでね防げるんですけど、カッターピックアップレンズってね、だいたいその処理がされてるんですよ。だからハンダを取り除きます。これね、よいしょ、ショートランド処理済みとかね、そういうのが書いてあるヘッドを買えば、もうここショートをしているところね、取ったあるものも売ってますけどね、これはねちゃんとついてるタイプですね。だから取り除きました。これね、ハンダが綺麗に取り除いてショートをしてない状態になりましたと。そういう状態です。それでは今回もこのグリス使ってね行きましょう。ここね、ヘッドを動かすためのギアなんですけど、シャフト状になってるやつ、ここで動くんですね。で、そこにグリス塗っときます。であとフレキシブルケーブルのね、清掃もしていきます。やっぱりね、一回外したらね、どうせなら磨いてつけましょう。さあヘッドつけていきますよ。この位置でつきますんで、この方向でつけていきます。まずロックね外していって、差し込んでロックするという形ですね。交換自体は簡単でしょ。よいしょ、こんな感じですね。 OK。 そしたら次はシャフトですね。でシャフトをつけるときに、ここね真ん中にまずグリスつけてください。ここ、それからヘッドに通します。いいですか？全体につけると手がベトベトになりますよ。だけどこのシャフトのね穴自体にもたっぷり塗りたいので、よいしょ、グリスをね塗っていきます。
さ、こっちが細いシャフト側ですね。そしたらシャフト止めていきますよ、このネジでね。シャフトをね、動かないように固定していきます。よいしょ、両方ですね。さあ動くかな。動けばいいですけどね。多分ね、壊れてるのは間違いないと思うんですよ。さあどうかな。そしたらね、このシャフトのグリスを薄く伸ばしていきます、全体的にね。うん、こうするとうまくグリス塗れるんでね。さあ組み上げですね。そして動作確認ですよ。さあ、メインスイッチ入れていきます。はい、電源入りましたね。それではスイッチ入れていきますよ。電源オン。お、ちゃんと起動した。お、動いてるね。さあどうかな。一発で動くか動かないか。恋愛アドベンチャーですね。動作しなかったソフトです。こちらでね、起動確認してみましょう。これ CD 系だけ動かないという現象ですね。これ CD のゲームですね。さあどうかな。ディスクは回ってます。大丈夫そうですね。さあただ読み込みが遅いな。遅いっすね。あ、エラーになった。ダメだな。なるほどね。それでは、調整していきますよ。ヘッドのね、傾き調整をします。ここね、さっき付け替えたネジ、これでね、高さ調整して焦点距離をね、調整できるんだと思うんです。ここで、だいたいね、水平になるぐらいで大丈夫だと思います。このネジをね、開け閉めすることでピックアップレンズが大きく傾いて高さが変わると思ってください。さあ今度はね、読み込みましたね。おお、バッチリ。いいね。それでは、本体組み上げてきました。最終確認です。さあ、テストしていきましょう。どうかな。まずは起動はバッチリですね。あと日付もね、確認したんですけど大丈夫ですね。電池交換してから日付も狂ってません。だから電池もね、バッチリ動いておりますね。さあ恋愛アドベンチャー、もう一回テストしていきます。組み上げた後ね、必ずテストしないとね、送り返した後動かないってことになったら嫌なんで。あ、大丈夫ですね。うん、バッチリ起動しております。 OKOK。 おー、いいんじゃない。さあ今度はね、アルゼ王国ですね、パチスロ。こちらも動かなかったのでテストしてみます。さあどうかな。お、バッチリだね。これも問題ないですね。大丈夫です。さあそしたらこの DVD 系のソフトですね、聖剣伝説4で試してみます。 DVD 系は最初の症状ではね、読めてたんですけど、ヘッド交換してるんでね。あ、大丈夫ですね。問題なく読めております。この後ね、ちょっとゲームしてみたけど大丈夫でした。さあ縦置きもね、テストします。縦置きでね、
読めない場合もありますんでね。さあ、縦置きで読めるのか、読めないのか。あ、大丈夫ですね。読めました。問題ないね。さあ次はね、PS1 の、ゲームもね、動作確認してみましょう。どうかな。問題ないですね。バッチリ動いております。大丈夫ですね。はい、というわけで、今回ね、修理が終わりました。いや、長かったですね。まあ、部品が届くまでね、ちょっと時間かかりましたからね。コントローラー2つの修理と、こちら、プレステ2の修理ね。あ、ちょっと磨いたんだけど。磨きムラがあるな。ちょっと待って。よいしょ。シリコンスプレーでね、磨いていきます。よいしょ。こちらね。もうちょっとかな。一応ね、まんべんなく、きれいにしておきましょう。こんな感じかな。よし。よかった。治って。今回修理したのはね、SCPH39000 という、型番になります。ね、ヘッドが故障していたので、修理いたしました。で、あとソフトとね、電源ケーブルと AV ケーブルをつけてね、お返ししたいと思います。それでは、またね。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。コメコメさんのね、修理はね、これで終了かな。というわけで、次回からね、コメコメさんのご褒美をね、開けていきたいと思います。